よし <laughs> あれれトトちちゃゃんんラライデントがタラちゃんになってる <laughs> <laughs> アい,たい,たいた面白いわこ楽しむやん。<laughs> うわイカ狙ってったうわ動物をそういうふうにうわイカ狙ってくとか。アイクさん悪くなったらもうね悪いよね本当あ水流の実験してる。水流。水流でも同じ高さじゃないとあ水源だけなんだねなるほどね。ちょっと軽く詰まったさ今。わかる気がするそれは。うわ。 違和感。<laughs> すげえな。じゃあ俺結構コメントで来てたけど、あの追加されたの結構前らしいです。ええ。そうなんだ。俺らなんもしんねえからな。いつも。えー、どうぞつわ津波。うええー。お,<っ>お。もうコールコール。おお。あ、すごいま、えー、っすぐできると気持ちいいねこれ。 うん。<laughs> <laughs> あれ溶けなくね、えー、なかなか <laughs> あれ。なんで茶瓶の溶けないのあれ私だからだよ。だ選ばれしなんで溶けないの選ばれ選ばれし者だ氷が溶けないそうだろなんでなん関係あるんですか <laughs> えわかんない。えわかんない。北海道だから夜だから夜だから,だからああ、そういうこと 熱で溶けない的な。おお、すげえ、全然溶けない。一面氷にしてやろう。うわ、めっちゃ湧いた、めっちゃ湧いた。いたいたいた。やべえ。よし、任せろ。あれ、ともちゃん、トライデントがタラちゃんになってる。戦って。それで。タラちゃんで戦うの?。いて。

やべ楽しいごめんね一人でめっちゃ歩き回ってる全然壊れないんだよチャミンの張った氷はだから選ばれし者がねやべ選ばれし者が埋めるぞ埋めるぞ埋めるぞ、アイクさんアイクさん逃げろやばいアイクさんの…アイクさんの…アイクさんの…ア ハイクさんが呼吸ポイントが,が <laughs> <laughs> すげえこれなにこれなんだこれよし満足トライデントでこれをやっつけるのはどうなったのあの無に帰りましたそれはあれこれあと誰持ってないのごめんいやもうチャミンだけ そかそかかじゃあ埋めてよかったんだねそれでしょうもない <laughs> もうマジで許さんぞトライデント本当にファントム痛いけど楽しいそれあれだね本当に修繕つけてて良かったねうん、うん、心置きなく楽しめるちょっと調べを修繕をつける意味があったのかどうか、うん、ちなみに 何ページか読みましたか。歩き続けると消耗が減っていくという書き込みは見つけることができませんでした。なんだと。<laughs> でも全然減ってないね。それは修繕の効果なのかそもそも減らないのかわかりません。アシミさんここに額縁を。まあまた出せばいいしね。村人はもう捕まえてあるから。あやっぱこれ早い氷か。早い氷。めちゃくちゃ移動が速くなる。なに<お><う>これ総長さん。 レースできるじゃん、それ。うん。これ超早いですよ。夜限定。早っ、夜限定だわ。えー、<laughs> すごい。あれ、翔さんが戻ってきた。うん<おー>。<laughs> あれ消えた。あれ、あやさん消えた。あ、あまりにも早く移動したから、一爆が起きた。<laughs> これ、あや <laughs> さん叩けんの、あい,いなくそ。ラ <laughs> <か>イク。ライクへ。分身の術とは。めっちゃくるくる回ってるよ、あやさん。あや <laughs> さ,さん首が待ってる、っ待って、待って、待て。 面白しろそう、もやろうやるか、やるか。ほい、いや作ったほい。<laughs> 早っ早っあ、落ちた、落ちたらどうなのも壊して戻らないといけないです、ね。はい、んだと <laughs> 超早いね、これ、ほんとに。うーん。ゾンビ捕まえてる。<laughs> ゾンビ捕まえてし <laughs> まったた。<laughs> これ、これ 動かないのかな、氷で。ほら。超高速移動だ、これ。おぉお<い>おーしゃお,お,お,おらー、えー、おらどげーおらーあ<ー>おらくも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 なんやすごい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 わ、目が回る目が回る <laughs> でしょすごいや、これ。 ファントムってレアでも何でもないなめっちゃ湧くなまあ寝てないからねまあそういうことかこれ寝ない時間が続けば続くほどあれなのが増えるのかな増えてますな今ねおー氷が一気に溶けてったーあれレベル4じゃないとつけられない <laughs> 昆布にも名前つけともちゃん昆布100円 <laughs> 100円何 <laughs> 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 これ 昆布にも名前つけられるんだえ何でもできるんだねともちゃん昆布100円高くね <laughs> ちゃん昆布いっぱいあるからな大丈夫でともちゃんの名前つければ全部消えるから <laughs> 何も心配はいらないよ <laughs> おいなんかレベルの無駄遣いしてるようにしか思えないけど <laughs> なんだなんだなんだ臭さ<お>だとちゃん <laughs> <laughs> いつ俺の肉吐き取ったんだよ <laughs> <laughs> わざわざコストいい使ったんすからね、これわざそうで、わざわざコスト使ってるからね、これ <laughs> いた何？なにんなんか剣くれた、くみさんがなんか名前つけた、これもくみさん昆布業者専用剣だって <laughs> <laughs> いつそんなん作った、くみさん <laughs>、ね、違うって。くみさんがボケたわけではない 洞窟で拾って先週作ったし翔さんが先,先週ふざけたやつを久美さんが拾ったんだってだし翔さんが洞窟であれじゃん死んじゃったからじゃないあれたそうですねライブ配信の最後にこんなの作ってやがったんだな昆布餃子専用券 <laughs> 漢字も使えんのね行きます、ね、漢字もできるんだへえ久美さんが装備すべき3属性のうちの一つの氷渡りが手に入りました <laughs> この3つ3種の神器的な <laughs>、まあ、トライレンとト,トムちゃんとやるもああいいでしょし氷渡りもまあいいでしょこれただ鉄の剣だからねこれね昆布業者専用剣ってあっでもすげえンチャントめっちゃついてる 贅沢 <laughs> いいっすから意外とダイヤの増ダメージ増加にノックバックにドロップ増加さんだ。ダイヤの剣より強いじゃん。これもう。お<ー>昆布業者結構儲かってんだな。こんな剣持ってるって、ああ、あれだけ取っちゃうからね。ああ<ー>、やっちゃうからね。訴えられるよ。本当に自然のその環境汚染で。<laughs>